こんにちは田中美です私ですね、フリーランスで構成作家、リサーチャー、ライター、翻訳などをやらせていただいているんですけれども、このチャンネルでは私が普段耳にしたニュースであるとか、普段の経験であるところから思ったことを言語化していくというような趣旨でやらせていただいているんですけれども、今日はですね、 あのフリーランスにとっての投資っていうテーマでお話しさせていただこうかなと思っております。今新ニーサっていうものが今年から始まりましてまあ今日本国民の間でもようやく投資が大ブームになってきてると思うんですけれどもまあ実はですね ニ、えーサ以外にもフリーランスだったらいくつか、まあ、似たようなインデックス投資ができる、あのー、投資手法があり、えー、実はあのー、考えようによってはニーサよりも、えー、すごくお得で、えー、めちゃめちゃ、あのー、事業にも、えー、有利に進められる、えー、なおかつそうですね あのまあ端的に言えばフリーランスでも退職,金が退職金を作ることができるというような投資手法があるんでえそれについてちょっとお話しさせていただきたいんですけれども NISA をやられてる方はえあのもうイメージができてると思うんですけれども SP500 であるとかえーオールカントリーであるとかにまあ月々いくらかけることによって、まあ インデックス投資なんで年利が何パーセントついていってしかもかなり安全な手法で世界経済は後退することは長期的視点で見ればないのでどん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 年利5%とかでしかも複利で資産が伸びていく長期的な視点で見ればっていうようなことになると思うんですけどももちろんそれをやってもいいんですけれども フリーランスの場合はもう2つあって、1つがそのイデコっていうやつなんですけれども、確定拠出年金 i d e c なんですけれども、まあ、フリーランスの場合だったら、それに月6万8千円かけられるんですね。フリーランス自営業の方々は。それでですね、まあ、年間にすると、僕ちょっと計算苦手なんで、 まあ、80万円近く、えー、かけられると思うんですけれどもこの iDeCo って実は、えー、60歳以降まで、えー、65歳です60歳ですね多分、えー、引き出すことができないんですよ一度かけてしまったら、えー、だったらあのいつでも引き落としできる NISA、えー、の方がお得なんじゃないかっていうふうにお考えの方いらっしゃると思うんですけれども実はそのとも言い切れなくって イデコだと認査、まあ、と大枠は同じなんです考え方は、えー年,利がえー、年利が何パーセントかついてで福利で運用していくんであのどん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 増えていくんですけれども、まあ、のかけた金額が、えー、全部月々かけた金額が全部経費として認められるんですあの例えば六万八千円月にかけました、えー、で年間八十万円先ほど申し上げたじゃないですか えー、だったらその金額が全てその例えば400万円収入、えー、事業所得があったとして、えー、経費差っ引いで300万円ですと、えー、でさ,さらにそこからその80万円が引かれるんですねで、まあ、220万円になりますとでそこからさらに青色申告控除65万円ついてでさらに、えーあのえー、基礎控除がついてこれも百100万超いくんでもう実質な かあの課税所得が90万ちょっとになったりとかそういうふうにすることができるんですよしかもこれあの経費として認め iDeCo って経費として認められながらあのまあ NISA と同じなので貯金なんですねほとんどつまりその、えー、貯金を経費で落とせるっていうようなすごいあの世の中のバグというか仕組みをついてるんです仕組みの穴をついてるんですけど ただ穴はついいてないんですよだってこれ国がこれやっていいですよって言ってることなんで,でむしろそれも国も,それを国も銀行さんもそれを、えー、押し出してフリーランスの方とか自営業の方々に経費として認められますよっていうあの控除として認められますよっていう言い方であのお勧めしていただいてるんであの、まあ、これはぜひやった方が、えー、いいんじゃないかなと思います。 であのー、もう一つ小規模企業共済っていうやつがあってこれはあのーまあ、月々7万円かけられるんです、ねまあ、年間ですう八84万かな、えーでまあ、これもイデコや n i s とちょっと同じなんですけれどもこちらに関してはあの債権なので、えー、そんなにあの利回りが i d e ほどよくないっていうのがあるんです なのでその目に見える形で収入を増やしたい方はイデコっていうかやるのがおすすめなんですけれどもまあその代わりイデコって元本割れするリスクももなきにしもあらずなんですよえ例えば自分が60歳65歳を迎えて引き出したいなって思った時にたまたま世界経済が落ち込んでいる時期であのまあ40%下がりました50%下がりましたみたいな時期だとあのイデコが元本割れしてる可能性もなきにしもあらずなんで。 えー、ただ、その小規模企業共済だと元本保証してくれるんです、3年かの5年間以上かけたら。えー、なので、あのー、絶対にあのど世界経済がどんなに落ち込んでいたとしても、日本経済がどんなに落ち込んでいたとしても、まあえー、20年以上、えーまあ、3年から5年かければもう、とりあえず元本は戻ってきますっていう保証だったと思うんですけれども、確か。 でまあ、20年以上かけたら、えー、利回りとともに一緒に多分戻ってくるってことなんで、あのーまあ、ちょっと間違ってるかもしれないんですけどとりあえず、あのー、元本を、えー、小規模企急共済の方は保証してくれるっていう部分が、えー、すごく大きいところなんであの安全策を取りたい方は。 あの小規模企業共済、えー、優先でいくのもいいかなと思います。あと小規模企業共済で僕は利用したことがもちろんないんですけれども、あのえー、かけた金額に応じて月々どあ、月々じゃない、年、トータルで今どれぐらいかけているかに応じて、あの融資してくれるんですよ。なのであの、例えばこれが新規事業を立ち上げたいっていう方とかいらっしゃいましたら、その、もし小規模企業共済ある程度かけていたら、あの融資が得られるんで、それを、 例えば資金に充てたりとか運転資金に充てたりするってこともできると思います。ただ今私がどのようにやっているかっていうと、あのまず最初小規模企業協会からこれ二十八ぐらいの時も始めてまして、これあの税統一の税理士さんに言われるがままに。 進めたやらせていただいたんですけれどもっていうかまあ最初に僕が見つけてそれこれどうですかってデイジさに相談したっていうのが正しい方法かなと思正しいというか正しいルートだったかと思うんですがまあ,あすごくお勧めしていただいて僕もそれ当時投資だって分からずに始めていた部分があってでまあ 45年前、ちょっとコロナが始まるちょっと前ぐらいの時期に小規模あ、いでこの方を始めまして、今は数年前から新ニーサも、新 n i s じゃない、当時のニーサから始めているというような状況で、一番安全度が高いものから、徐々にリスクを取れるものっていうものに変えてってるんです、変えてるというか、ミックスさせて、ミックスさせてるというか、加えているんですね。 なので、一番最初はあの小規模企業共済から始めて、しかも少額から始めて、どんぐらい経費というか、控除としてお得なんだろうというのを確かめ,た,確かめたら、次にいでコこ、その次にまあ手,手元の現金になるニーサっというものをやってもいいかなと思います。全部やってない方は。もちろんそのニーサから始めて手元の資金を伸ばしたいという方は、それで全然いいと思いますが、ニーサだと、 ええー、工場ならないので、その点はちょっと考えた方がいいかなと思います。あの老後の得を取るか、え今の得を取るかっていう考え方次第なんで。なので、あのいでことにさいでこと消極的要素協賛をやってれば、まあ、とりあえずあの会社員でいう退職金みたいなイメージになるので。 まあフリーランスって退職金ないとか,なんかそんなネガティブなイメージありますけど実はそのイデコと小規模休業協材をえ自分なりの金額で納めていくことによってあの退職金みたいなものは実質作ることができると。であのいきなり i d イデコだったら6万8千円、えー、小規模休業協材だったら7万円っていきなり全額かけちゃってもいいんですけれどもあのいきなり収入の少ない方がそれをやるのはちょっと危険だと思うので。 あの僕自身も満額かけてるわけではないので小、本当に小規模から、小額からどちらも始めて、徐々に増やしていくっていうのがいいかなと思います。これ、兄さんも一緒だと思うんですけれどもね。そんな感じであのもし今後の老後の資金とかに不安なフリーランスの方とか、こういった制度をぜひ活用していただければ安心して授業を進められるのではないでしょうか。 ご視聴いただきましてありがとうございました。この動画がもし良いと思った方は高評価、チャンネル登録の方ぜひよろしくお願いします。それでは。